さん、皆さん、こんにちは。しなたんです。はい、今回はですね、韓国でのゲットしたものと手術を紹介していこうかなっていうふうに思っております。この前Vlog も上げたと思うんですけど、韓国に5日間ぐらい行ってきまして、そこでまたショッピングしたり手術したり美味しいもの食べたりいろいろしてきまして、ゲットしたものがあるのでそれを紹介していこうと思います。よかったらぜひ最後までご覧ください。ではレッツゴー。はい、ということで、じゃあまずは購入品から紹介していこうかなっていうふうに思います。今回は割といつもよりお洋服は少なめなんですが、まず1着目がじゃじゃん、こちらのトップスをゲットしてきました。これはビジュアルエイドでゲットしました。ビジュアルエイドはセレクトショップでいろんなブランドのお洋服が集まってるんですけど、結構もう今時なブランドを取り揃えているので、私も毎回と言っていいほど割とチェックするお店なんですが、そこでゲットしたモアザンパラダイスっていうブランドのトップスです。私このブランドも実際気になっていて、ビジュアルエイドにも取り扱いされていたのでちょうど見たいなと思ってたんですけど、スタッツがポイントになっててめちゃくちゃ可愛くって、これが割と細かいスタッツがすごくたくさんバーってついたトップスなんですけど、私本当に夏はもうこの通りですが、袖をないお洋服を着ることがとっても多くて、で中でもこういうホルターネックタイプのデザインのものがすごく好きで、いろいろとね欲しいなと思っていたんですけど、こういうスタッツのついたタイプは持っていなかったので買いました。これ確か3色くらいあった気がします。ホワイト、ブラック、チャコールかな、もあったような気がするんですけど、私はまあ使いやすくホワイトをゲットしました。着てみてもすごく形もちょうどよくって、確かフリーサイズだったような気がするんですけど、すごいサイズ感も良かったのでゲットいたしました。本当に合わせやすいトップスだと思うので1個持っておくとたくさん使えそうかなと思います。続きまして2着目がじゃじゃーん、こちらのハーフパンツを買いました。私こういったハーフパンツは意外と持っていなくって、でも割とトレンドなアイテムではあるので結構気になっていて、なんかいいのあったら欲しいなと思ってたんですけど、これもビジュアルエイドで見つけて、これはちなみにスカルプターのパンツなんですが、スカルプターもねめっちゃ可愛いんですよね。すごい私が好きな感じの系統というか、割と海外っぽい感じのお洋服が多くて、すごく最先端なお洋服も多いですし、デザインもすごい可愛くて割と攻めたようなものもあるし、でも使いやすいものもあったりとかして結構チェックするブランドさんなんですが、今回はこのパンツをゲットしてきました。ベージュのね、なんかバスパンというかボクサーパンツというか、割とスポーティーなハーフパンツなんですけど、メッシュ素材になっていてすごい涼しげだし、でも裏地はしっかりついているので下着が透ける心配とかもないかなって思うし、デザインが入ってはいるんですけど割と全部同系色でデザインを施されているので、主張感もそこまでなく、シンプルすぎもしないし、でもなんか派手すぎもしないから、すごい使いやすそうだなと思って、これも試着してみた時にサイズ感もすごく良かったし、まあ、何よりも楽だったし、とても気に入ってゲットしました。私はこのパンツはなんかキャミソールとかシンプルなキャミとかに合わせて、ティンバーとかそういうブーツだったりとか、ちょっと長めのロングブーツとか履いても可愛いかなって思うし、逆になんか B さんとかですごくラフに着てあげたりとか、スニーカー合わせてあげても可愛いかなって思うし、意外となんかいろんなコーディネートが浮かんだのでこちらもゲットいたしました。まだ履けてはいないんですけど、履くのが楽しみなパンツです。なんとお洋服はこちらで以上になります。珍しくないですか、私がこんだけでお買い物を終われたっていう。そう、今回 Vlog 見てくれた方もいるかなとは思うんですが、そう、家族で旅行をするのがメインだったんです。まあ、3日間ぐらいは家族と一緒に回る予定で、で私は自分も行きたいところ結構たくさんあったし、それこそ後でまた紹介しますけど、手術やりたいものもあったから2日間ぐらいかな前乗りして、そこでいろいろ回ろうと思ってたんですけど、結構行きたいところは行けたかなっていう気はするんですが、そこまでなんか惹かれるものもそんなになく、今回ゲットしたお洋服はこちらの2着でした。でまあ今からグッズだったりとか、オリアンって買ったなんかスキンケアアイテムとか、そっち系を紹介していこうかなっていうふうに思います。まずグッズを紹介しようかなと思うんですけど、じゃじゃん、こちらの缶バッジをゲットしてきました。これはね、ナイスウェザーマーケットっていう審査あたりに
あったお店かなでゲットした缶バッジになります。このナイスウェザーマーケットも自社のブランドもあるとは思うんですけど、結構いろんなブランドを取り扱ってる、まあ、セレクトショップ的な感じでお洋服もあるし、結構グッズもあったりとかして、本当にいろいろ取り扱いのあるお店なんですけど、そこでこの缶バッジを見つけて、これがジョーガッシュっていうものかな、私ちょっと初めて見たブランドだったんですけど、最近缶バッジにちょっとハマりつつあって、バッグにつけたりとかパンツにつけたりとかトップスにつけたりとか、シューズとかキャップとかそういった小物とかにつけても可愛いと思うんですけど、自分のブランドアベマーからも缶バッジ出したんですけど、いろいろとちょっと集めたいなと思っていて、これがパッて目に留まって、6個セットだったんですけど、なんかこの色合いも私すごい好きなんですよね。ブルーとかパープル、グリーンとか寒色系というかが揃ってる感じも可愛いし、これもすごい可愛いデザインで、大きさもバラバラだったのでバリエーションも出るかなと思ってゲットしました。この前デニムにね缶バッジつけてコーディネートしたんですけど、それも結構気に入ってる使い方です。では続いてがじゃじゃん、こちらなんですけど、これマジで超可愛くないですか。これもナイスウェザーマーケットに置いてあったものなんですけど、妹に実はまだタンプレをもらっていなくって、そう妹にプレゼントしてもらいました。これがいいって言って買ってもらったおこたてになります。このブーツの形したおこたてで、もう私このブーツ系、ブーツのモチーフ系のアイテムっていうのがすごい好きで、なんか可愛いないですか、このビジュアルがめちゃくちゃ好きで、でそういろんなタイプのシューズの形のおこたてがあって、めちゃくちゃどれもタイプですごい迷ったんですけど、中でもこれがレースアップになっていてめちゃくちゃ可愛いと思って、これ見つけた時にわどうしようかなと思ってめちゃくちゃ悩んで、で、まあ、自分ではまあいいかって思っちゃったんですけど、そういえば私まだ妹にタンプレもらってないなと思って、でも妹になんか直接例えば私タンプレもらってないからこれ買ってもらってもいいみたいな感じで言うのも嫌じゃないですか。そうだから一個お母さんを通して、別に全然そういうつもりはなかったんですけど、本当に軽い気持ちでお母さんに、そういえば私まだ妹からタンプレもらってないんだよねみたいな、あのブーツのやつめっちゃ可愛かったな、買ってくれたりしないかなみたいな感じでボソッと言ったら、お母さんが後からそれをね妹にいい感じに伝えてくれて、そしたら妹もあ、そうじゃそうじゃんみたいな、全然買うよみたいな感じで言ってくれて買ってくれました。お母さんのファインプレーでこちらのおこたてをゲットしました。結構これももうすでにたくさん使っています。割れないことだけを祈って韓国から持ち帰ってきました。では続きまして、じゃーん、こちらのうさはなちゃんのストラップでございます。もう本当に可愛い、可愛いよあなた。うさはなみんな知って知ってるかな、超メジャーなキャラクターとかではないような気もするんですけど、あんまりグッズも見かけないし、もうサンリオのキャラクターでうさはなちゃんって言うんですけど、昔私子供の頃、また3姉妹でお姉ちゃんもいるんですけど、私とお姉ちゃんがちっちゃい頃にお母さんがこのうさはなをめちゃくちゃ推していて、うさはな可愛いって言って、うさはなのなんか文房具だったりとかを持たせてくれてたんですねその時からまあうさはなの存在は知っていまして、で別にその時はなんかまあお母さんの好みっていう感じで自分がめちゃくちゃ好きだったとかっていうわけではなかったんですけど、今回の旅行でなんか雑貨屋に入った時にこのうさはなのキーホルダーがあって、懐かしさとでまた改めて見たこのビジュアルが愛おしくて愛くるしくってめっちゃ可愛く見えちゃって、なんか昔の思い出とともにすごいグッときたというかビビッときて、でなんかこのサイズ感もとっても可愛いですし、立体の感じも可愛いし、これはもう絶対に買うしかないと思って、このうさはなのねキーホルダーが2つそこにはあったんですけど、お姉ちゃんの分もね、もうお土産としてもいいかなと思ってお揃いで2つゲットしてきました最近まあこういうねキティのストラップだったりとか、こういうちょっと大きめのキャラクター系のストラップっていうのもなんかまあトレンドというか、結構まあ海外とかでもバッグにジャラジャラつけたりとかしていて、割とトレンドになりつつあるのかなっていう、こういうキーホルダーがっていうのも思うんですけど、色合いがほんとたまらないですよね、このカラフルな感じというか、お気に入りで私もバッグにつけたりとかして使ってます。いろんなところに連れて行ってます買ってすぐもね、その場で開けてすぐバッグにつけたりとかして使ってたんですけど、ちなみにこれは私が家族と一緒に泊まっていたチョンノサンガ駅の近くの雑貨屋さん
で買ったんですよ。だからちょっとお店の名前が分からなくって、もし分かったら記載はしていこうかなと思うんですけど、ちょあやふやでどこにあったのかちょっと曖昧ではあるんですが、韓国で見つけてゲットしました。ということでグッズはね以上になります。続いてオリアンでゲットしたものを紹介していこうと思います。まずですね、じゃじゃん、こちらのトリデンのフェイスマスクをもうたんまりとゲットしてきました。本当はもうちょっとあったんですけど、もうすでに私も結構使っていまして、残りは今これだけになっているんですが、もうね本当に私このパックめちゃくちゃ感動しました。なんかみんながいいって言って割と話題になってたパックだと思うので、私もまあ存在は知っていたんですけど、今まで試してみたことはなかったんですよ。でまぁ、今回韓国行く時に夜フェイスマスクを使うことが多いので、現地で調達していろんなものを使ってみようかなと思ってこのパックをね買って使ってみたんですけど、まあさすがに1日ですぐっていう感じではなかったけど、言うてもまあ2日間ぐらいかな続けて使ってみたら、もう本当に肌が見違えるほどこれは全然違うって実感できるほど、とっても効果というかが良くって、もうめっちゃ感動して超いっぱいゲットしてきました。私がオリアンで見つけられたのはこの3種類で、このグリーンのバランスフルっていうものと、オレンジカラーのビタミン C かなが入ったものと、あとこのブルーのダイブインっていう水分に割と特化されたもの、もう3種類があって、それぞれまあ全部試してみたんですけど、個人的には私このグリーンがすごい気に入りました。なんか最近ちょっと私肌が揺らいでいましてっていうのもあるような気もするんですが、これを使った次の日が本当にもうなんか、え待って私ってこんな肌ツルツルだったっけみたいな、こんな潤ってたっけ、もちもちだったっけっていうぐらいすごい全然違ったので、これはマジで激推し大好きなパックになりましたね。お母さんとかにもおすすめして、お母さんも気に入ってめちゃくちゃ買ってたすんごい枚数買ってましたが、感動したパックでおすすめです。やっぱみんながいいっていうだけあるなっていう風に感じました。多分9点とかにもあると思うから、もう追加で購入しようかなって考えてるぐらい結構気に入ったパックです。続きまして、じゃじゃん、こちらのダルバのミストをゲットしてきました。これも結構いろんな方がいいって言ってるのを見てずっと気になってたもので、ワンプラスワンのボックスがあったので私はそれでゲットしたんですけど、まあ、これもね実際使ってみたんですが、ミストが本当に細かくって肌への浸透もすごいし、保湿力もあるかなっていう風にも感じたし、これもまあ買ってよかったなとは思ってます。メイク前に顔にちょっとサーッとやったりとか、メイク後でもいいですし、いつでもねちょっと乾燥が気になるなっていう時に使えるし、行きのフライトの時に、まあ、韓国そんなに長くないし3時間ぐらい長くてもだし、まあ、いっかと思ってなんかあんまりこういう保湿系のミストっていうか思っていってなかったんですけど、やっぱ3時間でも全然飛行機の中って超乾燥してて、肌が本当にもうカピカピみたいな、まあ、やばいめっちゃ乾燥してるわと思って、それ飛行機とかでもすごくいいなって思って、 100ml だし持ち込みもできるからと思ってこちらをゲットしてきました。帰りの飛行機でもねもう超乾燥してたからシュッシュってやってきましたけど、韓国って本当ワンプラスワンとかなんかお得感があるものが多くていいですよね。ついつい買いたくなっちゃうでは続いてラストなんですが、ラストがじゃじゃーん、こちらでございます。すごく有名な話題のパックだと思うんですが、私これも有名で気になってはいたんですけど実際に使ったことはなくって、まあ、今回そのオリアン行った時に、あそういえばこれも結構みんないいって言ってたなと思って試してみようと思って、この3種類これもビタミンとクールっていう鎮静系かな、ちょっとあんまり私も理解せずに買っちゃったんですが、でこのグリーンはコラーゲンって書いてあるんですけど、この3種類をゲットしてきまして、結果的に言うと個人的にはお手軽さも効果というか、その肌の後の感じも私的にはこっちのトリデのフェイスマスクの方が気に入ってはいるんですけど、でもこれもすごい使ってみた感じよくって、グリーンかなを確か買ったんですが、これは中にねパウダーが入ってて、そこにお水を加えて混ぜて塗布して、それが固まってこうマスクになるみたいなんで、あとはもう剥がしてスキンケアするだけで OK みたいなマスクになっているんですけど、まあ、やっぱりちょっとパッて気軽に毎日できるようなものではないかなっていう、ちょっと手間がかかるので、まあでもそれだけ特別感があるというか、今日はスペシャルケアっていう感じでできるのはすごくいいなっていう風に思いました。私はこれを買うんだったら
個人的にはこっちのトリデンのフェイスマスクでもう気軽にパッとできて楽でっていう方が好きかなっていう感じです。まあでもこれもすごくやった後の肌の感じも良かったし、お土産とかにもすごくいいなっていうふうに思います。やっぱりあんまりこういうタイプのパックって最近は多分いろいろ出てると思うけど、まあ自分では別にいいかって思う人もいるだろうし、スペシャルケアっていう面ではとてもいいんじゃないかなというふうに思います。はい、ということでこんな感じで私が今回の韓国旅行でゲットしたアイテムっていうのは以上になります。あとクリニックでやってきた手術をちょっとお話ししようかなと思うんですが、今回ちょっとやりたかった手術があって、まあこれだけは絶対にやりたいなって思っていたのが合コン注射っていうものなんですけど、前にエリちゃんと韓国に行った時に私が風邪をひいてしまって体調崩しちゃって、当日カウンセリングルームまで行ったんですけど、そこで待ってる間にもうどんどんちょっと体調が悪くなってきちゃって、途中で私先に帰ってできなかった手術があるんですよ。その時も合コン注射っていうのをやりたくって行ったんですけど、そこでできなかったからもう絶対いつかリベンジしようと思って行って、今回韓国行くっていう風になったので受けようと思ってそれをやりました。でその合コン注射っていうのは私が行ったザ・ウェイっていうクリニックのオリジナルの手術みたいな感じで言ってて、まあ、なんかフェイスラインとかについた脂肪とかっていうのもちょっとこう溶解するような手術で、まあスッキリするっていうものなんですけど、私はそれをねやりたいと思ってそれを相談しに行ったら、まあやっぱりいろいろとね他のものも一緒にやった方が効果いいですよみたいな、まあそれはねどこでもあるとは思うんですけど、いろいろ言われて、で結構そこのクリニックの先生が推しが強いというか割とこう強気な方だったんです。この注射脂肪にアプローチするけど、脂肪にアプローチするだけだとこうこうこうだから、これを合わせて一緒にやることでよりリフトアップできますとか、ここだけやってもこっちをやらないとバランスが悪く見えちゃいますとか、いろいろね言われるじゃないですか。で私も普段から結構まあ推しに弱いタイプなので割と強気でいこうとは思っていたんですけど、言われてみるとやっぱりわ確かにそうだよなみたいな、で実際私も気になってるしなとかっていうので、結構いろいろと結局追加して、一番おすすめされたのがインモードっていうやつで、その合コン注射と一緒にやるとよりお顔がシュッとなりますよっていう風に言われて、合コン注射と合わせてインモードっていうのもやってきました。でその他にも私すごいエラが張ってるんですよ。食いしばりがすごくって、気づいたらこうちょっとギュッて力が入っちゃうみたいな、ですごいエラも張ってるから、そこのボトックスもやってもらったし、あとはもう肩もねすっごいもうコリコリで、コリコリ凝っていて、もう本当に今もね見てわかると思うんですけど、めっちゃボコってなってると思うんですが、そうこれも気になっているから肩にもボトックスやってもらって、前回韓国に夏ぐらいかなに行った時に脇のボトックスをやってもらったんですよ。脇汗をこう出にくくするっていう、 100% 抑えれるわけではないけど、確かにやってみて脇汗のなんか量というか気になりにくくもなったので、その脇のボトックスは半年ぐらいかな持続したかなって個人的には思ってるんですけど、そうだからそれももう効果があんまりなくなってきたから、それもやりたいなとは思っていたので、なんかいろいろ相談するうちにその5つかなやってきました。ボトックスと合コン注射とインモード。合コン注射は本当にまあチクってするだけなのでそんなに痛みはなかったんですけど、インモードが結構個人的には痛かった。まあなんかでも先生にやってもらってる時にあんまり今からこれしますねとか言われずに流れでいろいろやってもらったので、今やられてる手術が一体何なのかっていうのは私もあんまり把握できていなくって、まあでも合コン注射は確かに注射だし、ボトックスもまあ何回かやったことはあって注射でこう打つし、まああれが絶対インモードだったんだろうなって思うんですけど、なんて言ったんだろう、熱かったしギュッとなんか吸われる感じっていうのかな、本当にもう脂肪というかこうギュッて吸引する感じの手術をやられたんですけど、それが結構痛くって、その後も Vlog でも映してたんですけど結構あざになったりとかしてて、それが割ときつかったかなっていう感じです。まあでもただ効果はやっぱりもうすでに割と実感はしていて、1ヶ月とか後になるともうちょっと分かりやすく出てくるのかなというふうに思うんですけど、やった後は若干腫れというかが気になったんですけど、1週間後ぐらいかな、今結構もうフェイスラインの感じとかも違って割とスッキリしてるなっていう風に感じたので、まあやって後悔はしてないんですけど、ただ結構痛かったのでもうちょっとね様子見てみて、めちゃくちゃ良かった、めっちゃ気に入ったってなったらもう一回やるかもしれないけどっていう
感じかな今のところは。ボトックスはまあ3箇所今回やったんですけど、やっぱ脇がね結構個人的には痛いですね。前回やった時も結構な数を量を刺されまして、ちょっとくじけそうにまあでもその分だけやっぱり効果は実感できたし、今回もやろうと思って。で前回とは違うクリニックだったんですけど、今回のクリニックはなんか前回のところよりも量も多分違うかなとは思うんですが、なんか回数もそこまで多くなくって、まあ、まだ頑張れました。でもやっぱり痛い、なんだろうね、皮膚が薄いのかな。まあでもこの脇汗のストレスに比べれば一瞬なので、今回も頑張って受けてきました。ボトックス私も何回か受けてはいるんですが、あんまりやりすぎても良くないっていうのは個人的にも思うので、今回も割とボトックス自体は久しぶりだったので、そろそろやってもいいかなと思って一緒にまとめてやってきました。まあでもなんか今本当に円安の影響がもう強すぎて、やっぱり今までの感覚でいくとお得なのかどうかがちょっと微妙なところではあるんですけど、ぶっちゃけ値段は結構まあまあ長くいきましたね。全部で日本円で20万とかぐらいだったかな。後から引き落とされた額見たらそのぐらいいってて、韓国のウォンで行くと160万とか170万いかないぐらいだったと思うんですけど、やっぱり今円安の影響が結構強いので合計20万近くいってましたね。そうだから今なんかね、どうなんだろうっていう感じですよね日本でもまあできるものもあるから、日本でできるのは日本でやってもいいのかなとは思うんですけど、まあまあでもそんなことを、ね、思ってももうやっちゃったので効果出ると思って信じて肯定するしかないですが今回はそんな感じで手術を受けてきました。まあでもやりたかったものは受けれたので結構満足はしております。はい、ということでこんな感じで私の今回ゲットしたアイテム、そしてやってきた手術を紹介してみました。 Vlog もね上がっているので、そちらもぜひ一緒に見ていただけたら嬉しいなと思います。はい、というわけで最後まで見てくれてありがとうございました。よかったら高評価とチャンネル登録と通知ボタンもぜひ使ってみてください。ではバイバーイ。